ウルトラ怪獣バトルブリーダーズ。はい、どうも、ルーキュースです。ということで、ウルトラ怪獣バトルブリーダーズ、本日もやっていきましょう。本日はですね、もったかな、はい、本日はですね、新モードが、出たー！新モード、パンサーということでですね、ついに、このウルバトにもですね、新たなモードが登場したということで、まぁ、ちょっとこちらもね、やっていければいいかな、なんて思います。お知らせとか、まあ、一応覗いとく。あー、なんか特別パックだって。最近なー、課金したばっかだからなー。あー、まあ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 。まあ、とりあえず、ですね、マーケット。マーケットの、あれを見ましょう。ということで、出たー出たーおー出たーアーマードメフィラスということで、うわー、あー欲しい。まあ僕がね、メヘラス星人好きだっちゅうことは、まあかなりね、皆さん、まあ知ってるかと思うんですけれども、まあやっぱね、欲しいですよね。ちょっとね、今回そのアーマードメヘラスの声が、ちょっとどうなってるのかも非常に気になりますので、ちょっと、頑張りましょう。私は闇に呼ばれし者、アーマードメヘラス。やばいね。うわあと製造さんの声やなーいやーやっぱねー初代ウルトラマンでねこのメヒダス星人の声を当てられたのが、まあ、歌手の加藤さんということでそこからですねウルトラマンメビウスの方で再びですねメヒダス星人の声を当てられてそこからウルトラギャラクシー大怪獣バトルでも、加藤さんがね、こうやってられて、で、このアーマードメフィラスも、ウルトラギャラクシー大怪獣バトル、ネバーエンディングオデッセイでも、こうやってられてるわけですよ。まあ、最近だとね、安本さんがね、その、マドンスライダーとか、ゴールドストーだとか、こうやってられてて、まあ、血の声もすぐ僕大好きなんですけど、やっぱその、初代のインパクトじゃ半端ないですから、様子見かな？いや、でもこれ、ワンチャン終わるギリギリになったら、買えるんじゃない？悩もうかなと思います。メヒラス星人好きなんでね、言うてもね。正直ね、あれなんですよ、僕、怪獣ね、結構集まってきてちょこちょこ持ってますけど、その、モードチェンジ系っつうか、その、何、タイプ違い、同じ怪獣のタイプ違いみたいなのは、ほとんど持ってないんですよ。だから、まあ、パンドン持ってるから、我がパンドン買うかって言ったら、パンドン普通もいるからいいかなみたいになっちゃうし、そういうところがあったんだけど、やっぱメヒラス星人はね、正直、いいなと、ちょっと思います。ということで、まあ、ステータスはまあね、正直でした。ほんとごめんなさい。毎回ね、毎回言ってるんですけど、ほんとね、ステータスでもね、キャラクターのね、ああ、いいなーみたいなので買っちゃうんで、悩みますね。はい。いいね。メヒラス星人好きだね、やっぱ。ということで。じゃあ、探査行きますか。探査。探す？なんか探す？はい。あ、どうもありがとうございます。はいはいはい。あー、1年経ったねー。すごいねー。まあ、僕が1年もこのゲームをこう続けたってことがやっぱすごいなってもちろんですけど。レベルプロジェクトだって。バンドダウン星人。そうですね。まず一番最初に来るのはやっぱバルタン星人っていう。でもやっぱ一番最初にバルタン星人持ってきたのはすごくいいな。だってもうウルトラ怪獣の中でももうレジェンド級じゃない。レジェンドだね。以降、はい。ありましたね。トリギアも来てくんねえかな。トリギアもなんか攻撃しかけてくんねえかな。はい。あ、なるほど。DNA を入手してきてください。はい。今日このセキュリティプロテクトがかかっているなら入手できないじゃないですか。そのセキュリティがなんかすごいかかってるから、お前らブリーダーで取ってこいよと。ロック解除して取ってこいよ。ただそれは結構難しいよ。ね、そういうことなんですね。ロック解除はここでしか手に入れることができませんので、頑張って DNA を入手してくださいね。それでは行ってらっしゃいということで。今はバルタン星人、宇宙忍者バルタン星人のね、リビルド DNA がもらえるということで。このステータスもちょっと見ましょうか。スキルとかも結構ガッツリ変わってるんだけど、相手のいるマスを通過できるっていうのが、やっぱバルタン星人らしいなって思いますよね。
ボトル1回のみ必殺また攻撃エッタトッキー必殺攻撃力大アップ。フェーズシールド時攻撃対象ならない。ほう、じゃあ結構タンクタイプに仕上げた方がいいのかな。何がなくともやってみましょうか。じゃあ1の A すごいねすごい、なんかすごいメンバーだね。どうやらそのアリーナのトッププレイヤーさんたちのキャラクターをあれしたみたいなんですけれども、ミッションレイヤー1サポート怪獣を使用せずクリア。はいはい、じゃあマズーさんじゃあマズーさんということで、まあパーティーは一回こんな感じでいってみようかなと思います。はい、じゃあ頑張ってやっていきましょう。はい、探査レイヤー1エリア A、マヨグランドケーキ、ジェルモン、ジェルモン、ジェルモン。いきなりエグいね。さあ。いきなり突っ込んでって、知りたくないんですけど。そんな難しいのかなそんな難しいのかな、はい、言うてもね。はい。こんな感じでね。行きましょう。お、いいね。行きましょう。さあ、来い。いやー、いきなりジェルモンこんなにいったからきついぞー。どうすかねー。1体ずつ着実に倒していっても、1体ずつ着実に倒していっても復活させられたらやだねー。やめてねー、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 やめてねー。本当に、本当にだねー。本当にだ。本当にだねー。なんだ。強いな。どうすっかな。強い。強いな。まったく。グリムの攻撃が通らない。よし。反撃でドバン。いや、ちょっとこれは。ああ、まずいな。まずいな。まずいな、これは。ちょっと。お、バキシム。バンズーさんのバキシムが。いや、よし、オッケー。身代わりは熱いぞ、やっぱり。よし。じゃあ、どうするかな。いけー、ザンスティンガー。よし。あ、なんかジェルも埋まってるわ。なんか自分も埋まっちゃってるね、これ。埋まっちゃってんね。埋まっちゃってんね、だから。まあ、自分も倒しちゃいましょう。いきなりマズさんが強いよ。確かこのパーティーマズさんなんですよね。あとこのミッションにグリムドはちょっと行かなかったな。おお、レイベルドバルタン。いいね。いや、強いよ。強いよ。じゃあ、まあ、今回はちょっと、レイヤー1全部クリアしてみる？もうさ、ゾンビパ、闇パ。えぐいね。えぐい。じゃあ、どうしようかな。誰で行かせていただきましょうか。リムさん。ちょっと攻撃力の高いやつで行くか。あ、ノハルブラックシバルツだな。ノハルブラックシバルツで行くべいかな。よし、頑張るぞー。まあ、いや、強そうだ。固まっちゃった。ウルトラ怪獣バトルブリーダーズ。やっぱり、メンテ、初日は、直後は、固まることが多いっすね。まあ、頑張りましょう。ということで、まあ、今日取り直して、エリア B ということで、どうしようかな。誰から倒していくか。やっぱ、ユキラザウルスから倒していくと思うよね。ユキラザウルスから倒していくと思うよね。どうしようかな。まあ、頑張ります。よし。で、オムラクちゃんで、グローザブを、
まあ、テリアみたいにしたいっていう、まあ、一応ね、うん、そういうね、あれでいきますよ。そう、頑張るぞー。もうどんどんいっちゃうぞ。どんどん、どんどんいっちゃうぞ。本当にどんどんいかない方がいいかもしれないけどね。うん。よし。OK。OK! さーっと。じゃあ、もうウクロザウルス倒せる。じゃあまったくだね。やりますの、やりますの、やりますのですね。本当に、あー倒せちゃう。いった、いった、やめて。よし、よし、祈りは通じたぞ。祈りは通じたから。ドラゴニーどうしようかな。どうじゃ、反撃ってくんじゃん。反撃超は撃ってくんじゃん。どうしたかな。でもどうせ何もしなくても人たどってくるしな。やだな。ここ一体大丈夫かな。一旦引こう。一旦引こう。で、よし、オッケー、オッケー、オッケー。完璧なね、完璧な流れがここに来たでいい。まあ、ただ、あれだね。うん、アリーナと違ってやっぱ切羽詰まってないから、負けても全然いいっていうのは、非常に、非常に。そして、オーブダック。うまく届く。届かないなぁ、これなぁ。よし、OK。ラックの輝く場所を見るか。何かインクを通していい。よし。で、スタミナ5しか使わないからね。どんどんできるね。うん。よし。いやー、今日生成しゅうところまで見せたいけどなー。無理だろうなー。生成しゅうところ。次が、ユーキラザウルスに、ダークロップするたい。こんな感じでいくか。よし、行こう。ダークロプスか。ダークロプス。すごいよね。やっぱ、あのさ、アリーナとかもさ、結局、また固まった、これ。よし。まあ、今日はとりあえず、レイヤー1、まあ、クリアしたところで、クリアできるかわかんないですけどね。まあ、クリアしたところで、まあ、終わろうかなって感じなんですけれども、今日は頑張ろう。とりあえずね、まあ今日の目標はね、頑張るってところですね。うわぁ、うわぁ、うわぁ、きちい。ただ結構ドラゴンでいいんじゃない、わかんない。うん、反撃と、反撃組、結構これ役に立つんじゃない、わからんけどさ。わからんけどさ。あ、そう、うわぁ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 、めっちゃ欲しいな。いやもう、倒せないでしょ、これね。倒せ、強い。強い。ガードするんだったら、まったく、まったくですね、これが。よーし、まず一体。よし、一体ずつ着実に頑張っていこう。反撃してくるでしょ。絶対君、絶対君反撃してくる。もう反撃今日はマストだよね。マストも。よし。ね、いやー、きちな。どうすかな。ユーキラーダウンさー。ユーキラーダウンさね。味方だとね、すごく大好き。でも敵だとね、嫌だなー。やっぱこう。あー、強いよー、強いよー、やめてよー、やめてよー、やめてよー。全然ダメじゃないか。全然ダメじゃないか。よし。ダークリジム、交戦。よし、ウルトラ必殺技。ウルトラ必殺技で、ダークロプスを、ダメやー、ザルカリオ。よし。あぶねー。いやー、でも大丈夫だって。これなら絶対勝てる、絶対勝てる。絶対勝てるよね。勝てるよね。勝
て、待て、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ちょっとターンのあれがあるのかよ。にゃっ、にゃっ。もう一回。うん、大丈夫、大丈夫。ちょっともう一回。もう一回。頑張るぞー。いや、強いね。強いね。強いということは、すごくわかりました。どうしよっかな。そっか、ターンの、あれもあるんか。いやー、厳しいなー。ただまあ、ドラゴリーがちょっと違かったかな。まあ、ドラゴリーがちょっと近かったかなっていう感は否めないですが、強いね、やっぱり。強い。これがヤグカの強さか。届かない。よし、いけ。で、S サイズで、ダークノプスを、まず一体、めっちゃいない。まあこんな感じで、絶対来るじゃん。よし。リピがあったんですね。畳みかけてくるの？畳みかけてくるの？本当に畳みかけてくるの？で、オールドダークちゃんで、あなたどうすか？どうすればいいんだい？よし。そうですか。よし。一体ずつ着実にとは言ってもだ。ちょっと待って、オーブダーク絶対殺されたくない。絶対このダークオリジム構成は大事にするぞ。大事にするぞ。で、どうする？いいか。よし。いけ！オーケー！やめて。ね、ウルトラマンティガの力よ。遠いなぁ、お前たち。お前たち遠いなぁ。よっしゃ！勝った。これは勝った。これは勝った。はい。よし、オッケー。いやー、まあまあ、もっとね、うまく戦えるってばね、あれですけどね。まあでも、まあ。これで、逃げるようになった。なんじゃこれ。なんじゃこれ。うわー、まあ、ちょっと、これはね、ちょっとね、まあね、今でやったらね、めちゃくちゃ時間かかっちゃうんでね、まあ、とりあえず、おすべてクリアする、100ポイント。やったぜー。まあ、こんな感じで、まあ、サブミッション的な感じで、まあ、クリアしていくこともあるよ、って感じですね。いやー、でも、つねーわー。ミッション。ウィークリーだとか強かったねー。まあ先生にはまだね足りないと思いますけど、まあリビルドバルタンね、とりあえず900溜まったらね、先生しようところはまた動画でお見せしようかなと思います。はい、ということでチャンサーね、なかなかね、その難しい、その中級者でもなかなか難しいで、まあね、そういう風に難易度設定されたらしいので、まあ結構ね、僕もね、どこまでいけるかわからないんですけども、これ以降の、鉄レベル1は、まあいいけど、レイヤー1はね、別の動画にしたけど、2、3以降どうしようかな、まあ見たいよっていう声があったら、ちょっとまたやるかもしれないですし、ちょっとまた悩みたいと思います。はい、ということで、あとね、アリーナ、これね、アリーナもね、ありますんで、ちょっとアリーナの方もね、またちょっとね、できたらいいかなーなんて思います。はい。あと、そう。ちょっと今週ね、結構ね、盛りだくさんで、今はね、新モード探査もありましたし、あとアリーナもあったんだけど、個人的にはですな、ジムナマブですな、子供ですな、ちょっと熱いわけですよ。この辺熱いわけですよ。だからちょっとこの辺もね、遊びたいとは思っちゃうんですよね。ただ、予想以上にアーマードミラスがね、クソかっこいい。クソかっこいい。
クイーンということでですね、まあ、ちょっと石大事にしようかな。で、最終日ぐらい、前日ぐらいで、ちょっともう、休めに帰ればいいかなと思っちゃいますがね。まあ、今週も盛りだくさんので、楽しいウルバトライフもやっていければいいかなって思います。ということで、以上、ネクションネルの対決でございました。それでは、バイバイ。